続いては県内に残された戦争遺跡を一つ一つ訪ね記録していくシリーズ戦跡を歩くです。今日は不発弾の問題を見つめます。64年前地上戦が行われた沖縄では陸上だけでなく海からも多くの砲弾や銃弾が放たれました。こうした戦争の傷跡が今も海の底に眠っています。桑原カメラマンの報告です。サンゴ礁、そして熱帯魚、青い海の底に沈んでいるのは戦時中の砲弾です。沖縄の海には今も戦争の痕跡が多く残されています。沖縄本島中部、読谷村付近の海です。アメリカ軍の上陸地点です。64年前、一帯はアメリカの艦艇で埋め尽くされました。沖縄戦ではおよそ16万トンから20万トンの弾薬が使われました。沖縄県内でダイビングのインストラクターをしている杉浦武さん、42歳です。東京で育った杉浦さんは9年前、沖縄の美しい海を楽しむつもりで潜ったダイビングの最中、戦時中の沈没船に出くわしました。その後は海の中にある戦争の傷跡を探して500回以上沖縄の海に潜り続けています。杉浦さんは戦時中のものを見つけてはカメラで撮影していきます。しかし60年以上が経ち、今では藻などに覆われ見分けがつきにくくなっています。2メートルほどある軍艦の怒りも今ではこの通りです。アメリカ兵が飲んでいたとみられる炭酸飲料の瓶、砂を拭き取ると沖縄戦当時の西暦1945年と刻まれていました。こんなにたくさんねあるとは思わなかったです。これからまだまだ調査することによってもっともっとこれたくさんのものがねこう出てくるんじゃないかなっていうのはね、まあ、想像つきますね。砲弾などを見つけるたび杉浦さんは海上保安庁に出かけます。爆発する危険があるからです。沖縄の海で撮影した写真を提供します。これなんですね、撮った写真が、この日相談したのはサンゴが付着した直径1メートルほどの大きな丸い金属の塊でした。単なる岩なのかそれともまずいものなのか、まずそれを知ることから始めたいなと思ったんですけどもね、一応通報を受けましてそれを自治体の方に連絡します。わかりました、はいはい、よろしくお願いします。ご質問しました、はい。杉浦さんの情報をもとに調べた結果、重さ200キロ余りの旧日本軍の機雷だと分かりました。杉浦さんが頼りにしているのはアメリカ軍の関係者の人たちです。基地のダイビングショップで働いていた杉浦さんはそのつてをたどって情報を集めています。この日は嘉手納町の沖で不発弾を見つけたという情報でした。海岸から300メートル沖合で銃弾らしいものを見つけました。小銃の弾が重なり合うようにして残されていました。藻などがびっしりと表面を覆っています。この他に機関銃の弾も見つかりました。
さらに1時間ほど海の底を探すと、大きな金属の塊を目にしました。不発弾です。こうした不発弾がこの日だけで3発見つかりました。戦後、開発が進んだ陸上と違い、海の中は今も戦争の痕跡を多くとどめているのです。それだけに今、海の底を見つめ、記録し続けることが大事だと杉浦さんは感じています。まあ、風化をこう、まあ、食い止めるというかね、まあ、一つ歯止めをかけるきっかけとして、まあ僕はこういった海をね、まあ海底戦績みたいなものにしてですね、まあ、戦争の爪痕というものをね、後世に伝えていけるように、まあ、できたらなというふうに活動したいなと思ってるんですね。毎年多くの観光客を引きつける沖縄の海。しかしその底には沖縄の人たちの悲しみが今も眠っています。以上、戦跡を歩くでした。